はい、皆様こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、カメラ関係、ビデオ関係とかの私がいいなと思ったものを紹介したりとか、そういったものの感想をこうお伝えしたりするチャンネルになっております。そういったものが好きな方はぜひチャンネルを登録いただき、一緒に楽しんでいただけると嬉しく思います。またコメント等もくださいね。本日はですね、外があいにくのこう天気で、ちょっと外出ができないんですね。それと私がなんかちょっと連日いろいろとお出かけしてて疲れてしまって、本日はちょっとゆっくりしてた一日になりました。でもちょっとこういろいろそれでもこう調べたいこととか、あとこれなんでだろうって思ってたことがあったので、そちらをちょっと調べてて、面白いことというか、ちょっと良くないんじゃないかなって思うことが一つあって、そちらもカメラ関係だったので今日シェアしてみたいなと思って動画を撮ってみております。先日ですね、私なんとなくこう高すぎるんじゃないかって言ってたこちらですね、GoPro。こちら9なんですけど、先日10が出ましたね。すごくこう画質とかも向上しているし、こう気に入ってこう使ってらっしゃる方っていっぱいいらっしゃると思います。GoPro 自体ってのは私とてもいい商品だと思うんですよ。で、こちらもその GoPro Hero 9なんですけど、バッテリーの問題とかっていうのがちょこっと、今までのですね、8とかに比べると持つようになったんですけど、他のこう撮影機材、スマートフォンだとかそういうのと比べるとやっぱり外部バッテリーがなかったりしたらこうちょっと心もとないとかそういうのはあって、使うってなると、なんかこのサイズ感っていうのも先日申し上げました通り、こう、スマートフォンですよね。それとこう、がっちり競合しちゃって、どっちを使うかなってなった時に、いつもこう、肌身離さず持ってるスマートフォンの方が、私は使いやすくて、最近はスマートフォンばっかり使用しておりました。でも10が出た時になんかその画質もすごく向上してるし、そのタッチスクリーンとかっていうのもいいっていう、噂があっていいなと思って買い替えようかなって真剣にちょっと悩んだんですね。GoPro Hero 9を売ってしまえばそこそこお金も戻ってくるし、それでそれを元手に買うのであれば大した出費ではないのでいいなと思ったんです。ただどうしても一つやっぱり納得できないところがありまして、そちらで私買うのをやめた感じになるんですが、それが価格ですよね。なんでこんなにやっぱりこう値段が上がってしまったんだろうっていうのが、気になっておりまして、それをこういろいろ YouTube だとか Twitter だとか、あとはインターネットとかですね、そういうので調べてたんですけど、面白いことにちょっとインターネット上だとなんでこう日本がこういう価格なの、価格帯なのかっていう情報があまり出てこないんですよ。よく調べれば出てくるかもしれないんですけど、他の商品とかだと外アメリカとかでいくら何ドルで売られてるよとかってパッと検索すると出てくるのが、GoPro Hero 10何ドルって調べたりしても出てこないんですね。でそれで他にもこういろいろ調べてたら、ツイッターの方とか、あと某 YouTuber さんとかが、そういうのをちょっとこう明かしてくれていたっていう記事があって、そちらが非常に共感できた内容であるのと、私もよろしくないなって思うので、仕事をしていく上で、GoPro さんっていう、GoPro っていうメーカーが、このウェアラブルカメラっていうのをこう広げていくので、この GoPro Hero シリーズとかで出てると思うんですけど、なんでこう、日本だけ高いんだろうっていうのは、これで腑に落ちた感じなんです。値段の方をまとめたんですけど、サブスクリプションモデルの方なんですが、サブスク、本来の価格ってところで日本円だと76,100円が、サブスク適用することによって54,000円になりますっていうのが、ホームページ上でも確認できると思うんです。ただそれが一番最初にですね、私も、来たのを覚えてるんですけど、GoPro の、Gmail で届く、プロモーションのメールですよね。そちらで届いた価格っていうのが、もっと安かったって記憶があるんですよ。でその時のドル表記とレートで今調べてみたら、サブスク適用の元の価格として GoPro のその提示では549ドルなんですね。で、それと合わせてその GoPro のサブスクを適用して割引後の価格っていうのは399ドル。これ日本円に直しますと、今レートを調べたばっかりなんですけど、約、割引前の金額が6万2000円。約ですけど。約6万2000円。で、割引が適用された後の金額というのは約4万5000円なんです。で、これが、ちょっとどういう、この比較が正しいかどうかっていうのを、ちょっと検討したりとか、そういうのっていうのまで深くは調べてないんですけど、この価格差っていうのはそもそもに、セットが全く同じでっていう背景がいろいろあると思うんですけど、だとしたら、なんでこう、ここまで違うんだろうって、日本円にするとざっくりやっぱ1万2、3000違うんですね。GoPro の本体が4万5000ぐらいで買えるんだよだったら、割と入手しやすい、サブスク使ったりしても入手しやすいですよね。それがGoPro Hero 9とかも元がこんぐらいの価格帯だったって私もなんとなく記憶があるんです。それがなぜこう5万4000円も値上がりしてしまったのかっていうのが、これはあくまでそういったこう発表があったわけじゃないんですけど、完全にあれですよね、中抜きされてますよね。GoPro さんをこう日本に入れてくれているこう某メーカーがあると思うんですが、
そちらのメーカーがこうサポートとかそういうのっていうのもいろいろあるとは思うんですね。ただこうおもむろにこう商品の価格だけドンって上げるようなこう関係性だと、絶対にその GoPro 自体がいい印象って持たれないと思うんですよ、私は。それがまあ、形としてそのサブスクにこう加入して、その中でインセンティブとかそういうのだったらまだわかるんですけど、思いっきりその直販で購入日本だけできなくするとか、それによって日本だけ高くなっちゃう。まあ諸外国とこうある程度の価格差があるのは仕方がないと思うんですけど、こう1万数千円違うってやっぱり元の価格がまあ、5万円ぐらいのもので1万円つって言ったら相当な価格差じゃないですか。そういう風になってしまうっていうのははっきり言って間に入ってる会社と GoPro さんにとっていい印象って全く湧かないと思うんですよ。そこでこう中抜きしてるよねって思いっきりもろバレじゃないですか。でその辺っていうのがこうインターネットでパッと検索したぐらいだと出てこない。で日本の GoPro のサイトだともうこの金額ですよっていう風になっちゃってるんですね。これはその GoPro 自体がどうこうというのではないんですけど、やっぱりその日本だけ不当に高くて、それがそういう風に会社に中抜きされてしまうよっていうんだったら、まあ私だったらなんですけど、まあ直販で他社から買いますね。で決してそのどこのメーカーがいいとかそういうのじゃないんですけど、似たような性能で、まあ似たようなこう用途のコンパクトなカメラっていうのが他にもこれから出てきます。まあ DJI から出てくる、オズモアクションかな？アクション2かな？それがまあ筆頭だと思うんですけど、そちらの方の金額だとか、まああとはその暗所耐性とかそういうのってね、GoPro 本当に弱くて私使っていて、暗いところの動画とかっていうのも結構撮ってたんですけど、そういうところの実用性っていうのがですね、やっぱりこうヒーロー9からヒーロー10になって、対して変わらず。で、まあ画質っていうのはとっても良くなったと思うんですけど、その暗所耐性っていうのは対して変わらずで、で、価格がここまで高くなってしまう。で、ボディも、まあね、年々大きくなってってるよなっていうのはちょっとありまして、それだったらコンパクトにこう多用途な、使用のできる、まあオズモアクション2なんかいろいろこうになるんじゃないかって予測を見てるととても面白そうなカメラなんですよ。で決してその DJI のカメラを買えって私言ってるわけじゃないんですけど、 GoPro だけっていう考え方ですよね。それっていうのが、まあ、今後変わってくるんじゃないかな。結局そう、こういう風な、まあ、間に入ってる会社と、GoPro さんの提示してる価格とが違うっていうので、ユーザーが不利益を被ってしまうっていうのは、もう本当に違うと思うんです。この、今の時代になったら。それだったら、もうそういう応援したい会社の製品を使っていくっていうのは、私とっても大事なことだと思うんですね。まあ、ちょっと、私の気持ちっていうことで今日雑談になっちゃったんですけど、GoPro さんにも頑張ってもらいたい。その他の、いろいろこう、そういうのをこう広げるために尽力してる会社にも頑張ってもらいたいとは思うんですよ。でもそれの形っていうのが納得できない形でやっぱりユーザーに落ちてくるっていうのはちょっと違うと思うんです。まあこれがちょっと本日雑談で話したかった内容なんですね。で、あんまり今日ちょっと体調良くなくて頭回ってないんですけど、その金額っていうのはやっぱり思いっきり分かりやすいじゃないですか。で、そういうところをなんかこう皆さんにお伝えした上で、まあGoPro Hero 10いいなと思ってる人はもう購入されれば全然いいと思います。いいものなので。で、GoPro Hero 9ももちろんいいですし、GoPro シリーズって本当に私、これですね、アクションカメラ関係、ウェアラブルカメラ関係のもう本当に立役者だと思うんですよ。広げてくれた。なので応援していきたいって気持ちも間違ってないと思います。なのでどんどんこう購入されるのは本当にいいと思うんですが、私個人としてはもう本当にそういう風に感じてしまったっていうところで、まあ応援したいっていう会社は他にもあるんじゃないのかなっていうのが率直な気持ちだったんですね。まあ今回その仕事っていうところで、その GoPro っていうのとその他の会社と、そういうところのまだ関係性だとかそういうのってのはもういろんな考え方があるし、ビジネスモデルもあると思うんで、あんまりこう深くは話さないんですけど、そう、もうその気持ちっていうのを自分の中で持ってですね、それのもとにこう購入されていってください、ぜひ。買った後に高かったじゃないかとかって、そういうふうに後悔するっていうのはやっぱりよろしくないと思うんですよ。納得して購入されるようにしてほしいなっていうところで、本日の動画を録画させていただきました。で他にもこのマイクのこととか、あとカメラバッグ、先日購入したカメラバッグですね、そういったものっていうのをこう使っていろいろこうまた新たにこう感じてったこととかっていうのもあるので、まあ、その辺っていうのを今後動画にどんどんまとめていきたいと思います。はい、でも、こう、いろいろと、今もこう、新しいレンズとかカメラとか、このアクションカメラもそうですよね。新しいものってのがどんどん発表されていって、まあ、世界的にはこう、半導体不足っていうふうに言われてしまってますけど、その、一歩一歩の発展っていうのが、本当に楽しいですよね。私、そういうところがあって、こう、いろいろこう、新しいものを買っては、こう、試してって繰り返していって、まあ、感じていることっていうのを、こう、皆さんにこう、シェアできればいいなと思ってます。
で、この GoPro Hero 10っていうのももちろんそうしてみたかったんですけど、まあちょっとこの価格だときついよなっていうのは率直な意見で、今回はやめようと思いました。で、まあそれに伴って、DJI の Osmo Action 2に関してはとても魅力的だなと思ったら、まあ購入するかもしれない。で、購入したらもちろんこのように皆さんにこう紹介していきたいなと思いますので、まあまだ発売もされてないもんなので、ちょっとお楽しみにくださいとまでは言えないんですけど、そういう風にしていきたいと思います。まあでも本当にそこでね、こういろいろ調べてて私がすごく感じたことがあるんですけど、今そういった意味だと、タフではないんですけど、このスマートフォンですよね。これの進化っていうのが、まあ、ことこのカメラ、ものすごい進化だったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその、ただ写真撮るよっていうだけもすごいですし、これでまあ 4K 画質の動画が撮れるようになりましたよとかっていうのももちろんあるんですが、やっぱり手ブレ補正ですよね。それがこのスマホのこんな小さくて薄いところにセンサーもそこそこ大きくなってきて、センサーシフト式の手ブレ補正は積んでるわ。あと電子式の手ブレ補正もこう採用して補正して、でそこにこう色味とかっていうのもこの頭脳、賢い頭脳でこういろいろ編集してくれて、さらにはこのバッテリーも大柄なものを最初から積んでいるから、まあ充電しながらでももちろんですし、充電しなくたってほんと1時間2時間簡単に録画できてしまうんですよ。そういうのを考えると、もうこのスマホにジンバルっていう組み合わせっていうのが、スマホジンバルは本当コンパクトなもの多いので、気楽な動画を撮るっていう意味で言うと、タフな使い方、まあ壊れんじゃないかなって使い方とかしない限り、私は今この iPhone シリーズがとても自分の中ではヒットしてますね。で、13 Pro Max めちゃくちゃ欲しいは欲しいんですけど、なんか今回はその12 Pro Max と大きな差を感じなかったので、いいなと私がこう思ったら買いたかったんですけど、いいなとは思いつつも欲しいなまでちょっといかなかったので、今回スルーするかと思います。で、一番欲しいのは iPad mini 6、iPad mini の6ですね。新しい形になった iPad mini。あれはとてもいいなと思ってるんですけど、で、私iPad Pro の11インチの初代モデルを持ってるんですよ。で、そちらをこう、今日改めて買い替えようかなと思って、こう、ぼーっと見てて、実際使ってみたら、じゃあ iPad mini 6に買い替えた時に、どうよ、使うんだろうっていうのを考えてって、まあ、これっていう用途っていうのが私の使い方では見当たらなかったんですよ。iPad Pro の11インチをなぜ持ってるかっていうと、やっぱスマートキーボードですよね。キーボードの存在っていうのが純正で、もうカバーも兼ねて使えるっていうのがとっても便利で、旅先で私こう文字を入力したりとかって仕事もそっち持ってって結構するんですが、その時にまあとっても便利だったんですよ。で、iPad mini のやっぱり私の中での一番辛いなってところが、そういったコンパクトな装備でキーボードが装着できない。まあ外付けの別のこう会社のやつとか、アップルのマジックキーボードとかを持っていけばよろしいかもしれないんですけど、まあそうするとやっぱりこう持ち運びの時にスマートじゃないし、それだったら iPad Pro の11インチの方で十分なんじゃないかなっていうので、今日またやっぱりその iPad mini は欲しいは欲しいんですけど、まあちょっと今回スルーするかなという感じになってます。まあ実際 iPad Pro の11インチもう十分性能あるし、バッテリーもしっかり持つし、で、キーボードも、まあちょっとコンパクトで打ちにくいところはあるんですけど使いやすい。で、あとやはり、画面は本当に綺麗なんですよ。そういうことを考えると、まあ、無理に買い替えなくてもいいのかなと。で、流通してきて、なんかやっぱり使いたいなと思った時に買うぐらいでいいのかなと思ったので、まだちょっとこちら買うかもしれないんですけど、今の段階では購入をやめておこうと思ってます。まあ何でもかんでもこう買っていければ一番いいんですけど、やっぱりこう資金的なものっていうのは結構切実なもんなんで、その辺っていうのは本当に必要なものですよね。そういったものにかけていきたいと思ってます。で、まだそういった意味で買ったけど試していないとか紹介できてないものとかっていうのはいっぱいあるので、ちょっと天気が味方してくれなかったんですけど、天気と体調の方ですね。そういったものがこう上向いてきたら、またどんどん収録していきたいと思ってます。で、今日実は動画の方なんですけど、まぁ、ちょっと遊び心で、FPL ですね。FPL とレンズの方が Lumix S の24から 105mm の F4 の透視のレンズですね。その純正のレンズと、マイクがゼンハイザーの MKE200、こちらで収録してみてます。ただ、オートフォーカスとかが、まあ、ものすごく弱いので、ちゃんと撮れてるかどうかがちょっと不安なんですけど、まあ、どうかなっていうのをちょっと楽しみに、この後、編集に移ってみたいと思ってます。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もう決してですね、悪口を言いたいとか、もうそういうのじゃないんですよ。応援したいし、私こういうところ大好きなんで、GoPro さんとかっていうのもどんどん大きくなってほしいんですけど、
やっぱりそのユーザー目線でいてほしいっていうのは本音なんですよ。買う側からすると、なんで他の国と値段こんなに違うのっていうのはものすごく心象良くないと思うんですね。それでもそのヒーロー10がどうしても欲しいとか、それだったらそれはいいと思うんですよ。その値段もそれでいいと思ってらっしゃると思うんで。なので、まあそういうところにこういう風な考え方とかっていうのもあるんだなっていうのを皆さんに情報としてお伝えしたかったというのが今回の回でございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。